次に源馬健太郎君。源馬君。立憲民主党の源馬健太郎です。まず、大臣に伺いたいんですが、まあ、今の、岸田内閣、に対するですね、国民の不信感、そして政治に対する、まあ、不信感というのが大変大きくなっていると思います。でこの一つの大きな原因は派閥、自民党の派閥によるパーティーで、まあ、裏金を作ったりキックバックがあり、それが 裏金になっていたのではないかという、まあ、疑惑、まあ、これは特捜も動いているというふうに聞きますが、これは一日も早くですね、やっぱり説明責任を果たして明らかにして、まあ、そういったことがないという、まあ、今までの経緯どうだったのかも含めてですね、国民に対して明らかにする必要があるというふうに思います。大臣にお伺いしますが、大臣はこの岸田派の派閥でキックバックを受けたことはありますか。上川外務大臣。個々の政治団体の活動でございまして、政府の立場としてお答えをすることにつきましては、差し控えさせていただきたいと思います。源馬君。大臣、それでいいんですか。私は今、大臣がキックバックを受けたことがあるかを聞いていて、その政府の立場を聞いているわけではないんです。まあ、実際にですね、西村大臣も説明されています、自身はないと。それから宮下農水大臣も委員会の場で答弁しています。鈴木総務大臣もないと委員会の場で明言されています。大臣だけお答え控えてよろしいですか。それ国民が見ている前で。上川外務大臣。一連の個々の政治団体の活動に関係することでございまして、政府の立場としてお答えすることにつきましては差し控えさせていただきます。源馬君。なぜ答えられないのか、国民に分かるように説明していただけますか。大臣が一政治家として派閥のパーティーでキックバックを受けたことがあるかないか、なかったらないで済む話じゃないですか。なぜそれを答えを差し控えなきゃいけないのか。他の大臣も答えていますが、上川大臣だけお答えを差し控える理由は何ですか。上川外務大臣。私自身この場に外務大臣として立たせていただいておりますので、この委員会におきまして、私自身、政府の立場ということの中での答弁というふうになろうかと思います。個々の政治団体の活動につきまして、その意味で、政府の立場としてお答えすることにつきましては、差し控えさせていただきます。源馬君。いや、政府の立場 で伺っているわけじゃないんですよ。実際、他の委員会でも、他の大臣も答えてますし、これまでも予算委員会で数々、個人の政治家としての活動についても質問があり、それにはほとんどの方が、まあ、答弁されてます。今回の問題で答弁していないのは松野官房長官と今上川大臣だけじゃないですか。なかったらないとお答えした方がいいんじゃないですか。上川外務大臣。繰り返しの答弁になろうかと思いますけれども、私自身、この今の立場、政府の立場でございまして、今、個々の政治団体の活動に関わることでございますので、これにつきましては差し控えさせていただきたいと、ちょっと繰り返しになりますが、そのような形の、私自身、答弁をさせていただきます。源馬君。それは委員会だからということですか、大臣の立場というのは。上川外務大臣。この場はそのような形で呼ばれておりますので、その意味で、政府としての立場で答弁をさせていただくのが、これは筋ではないかというふうに私自身は思っております。そのような意味で、今申し上げた答弁をさせていただき続けております。源馬君。じゃあ、個別の記者会見とかぶら下がりならお答えになるということですね。上川外務大臣。いろんな場がございますけれども、今申し上げたように、この場におきましては、政府としての立場ということでございますので、その答弁につきましては、差し控えさせていただきたいと思います。これに関連するご質問も含めて、今、この場で私自身が政府の立場で答弁するということについては、差し控えさせていただきます。源馬君。ですから、政府の立場としての答弁は差し控えていただいて結構なんですが、一政治家としての立場でお答えいただきたいと思います。私が伺っているのは、政府の立場としての上川大臣に伺っているわけではなくて、一政治家、しかも要職に就かれている、当選回数も多いですね、
上川陽子さん、陽子先生に私は伺っているわけで、キックバックが受けたことがあるのかないのか、それは政府の立場としてじゃなくて一政治家としての立場でお答えいただきたいと思います。上川外務大臣。この委員会に私自身呼ばれているということにつきましては、外務大臣として呼ばれているというふうに認識をしておりまして、この場におきまして今ご質問がございますが、この立場でお答えをするということが私の使命というふうに思っているところでございますので、先ほど来同じ答弁を繰り返させていただいてまいりました。源馬君。では委員会では個人のお考えは、これまでも今後も一切述べないということでよろしいですか。いろいろ、ご答弁の中で私個人はというお話もきっとあると思いますが、私もこれから調べますが、そういう発言は一切しないと、あくまでもずっと政府の立場として答弁、これからも今後何を聞かれても政府の立場として答えるということでよろしいですか。上川外務大臣。今回の関係につきましては、個々の政治団体の活動にかかるということでございますので、一義的には政治団体の活動そのものを司るところが所掌するということだというふうに思います。答弁するということだと思います。それについてのご質問も関係してくるということでありますので、この場においては政府の立場ではお答えをすることは差し控えさせていただきたいとこう申し上げているところであります。今ちょっと何でもかんでもすべてっていうふうなことについてご質問のように受け取られましたけれども、この答弁の中で感じていることについて答弁というか、今日の答弁ということではないんですが、外交にかかるご質問の中で、立場の中、個人の時、個人の一議員として活動してきたこと一切をここで話さないと、こういう趣旨ではございません。外交に関わることについてはその関係の中で、答弁はさせていただきたいというふうに思っております。山君。外交に関わること以外はじゃあ答弁しないんですね。それともこの今回の派閥のことについてだけ差し控えさせていただきたいということなんですか。それとも外交に関わることなら個人の意見を言うか、外交に関わらないことは一切個人の考えはこれからも答弁しないということでよろしいですか。上川外務大臣。ちょっとご質問の趣旨がちょっとよくわからないんですけれども、今申し上げたのは今、ここの政治団体派閥云々の話がございましたので、その活動についての関連するご質問という意味で政府の立場としてお答えすることは差し控えるという立場でこの場に臨ませていただいているという、そういう趣旨でございます。源馬君。派閥の活動に関して聞いてるんじゃないんですよ。大臣がキックバックを受けたことがあるかないかを聞いてるんです。これは派閥の活動ではないんですよ。大臣が政治家としてキックバックを受けたことがあるかないかを聞いているんです。上川外務大臣。その意味におきましてこれは関係することでございますので、政府の立場として今ここに臨んでいる私といたしましては差し替えさせていただきたいと、こういうことを申し上げているところであります。源馬君。政府は質問があったら答弁する義務があるんじゃないですか。勝手にこのことについてはお答え差し控えてさせていただくっていうんですね。乱発したらよくないと思いますよ。しかも他の大臣も答えてるわけですから余計怪しくなりますよ。そこで絶対に自分だけは答えないってなったら、今後何か出てきたときに余計立場がまずくなるんじゃないですか。ないならないって言ったらいいじゃないですか。それとも調べてもないんですか。委員長。上川外務大臣。この場につきましては外務大臣としての立場で答弁をさせていただくというのが原則であると私は思っておりまして、その意味で今申し上げたようなことを繰り返し申し上げているところでございます。そうした使命感を持って私も臨ませていただいておりますので、その意味で繰り返しになるのを避けさせていただきますが、そういう立場でございます。源馬君。今日はせっかく、辻副大臣以外の、政務三役にお越しいただきましたが、まさか上川大臣が非常に真摯な答弁をしてくださるのかと思ったら、こんなに木で鷹をくくったようなですね、他の大臣答えているのに自分は絶対答えないと、こういう答えをされるとは思いませんでした。きっと大臣がそうなら他の政務三役もそういう方針なのかなというふうに疑わざるを得ません。堀井副大臣に伺いますが、キックバック受けたことありますか。その派閥の活動がどうかではなく、
堀井大臣、副大臣が個人として、まあ、安倍派ですから今一番問題になってますね。キックバックを受けたことありますか。堀井外務副大臣。お答え申し上げます。個々の政治団体や個人の政治活動について政府の立場としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。源馬君。個人の政治活動についての答弁しないんですね。いや、それはおかしいと思いますね。派閥の中で、まあ、いろいろその、まあ、今回のキックバックだけじゃなく資金提供もあると思うんですね。寄付なんかもそういったことは安倍派ではありましたか。堀井外務副大臣。先ほど申し上げましたように、これは個々の政治団体のこの活動につきまして、私の方で政府の立場として答弁をすることは差し控えたと思います。源馬君。政府の立場として答えなくていいです。堀井副大臣のお立場で、堀井さんという参議院議員のお立場で、派閥から資金提供を受けたことがあるか、しかもそれはすべてちゃんと記載しているかどうかお答えいただきたいと思います。安倍派の活動について聞いておりません。堀井外務副大臣。挙手なので、私は今外務副大臣としてこの場に呼ばれております。政府の立場としてお答えすることは差し控えたいと存じます。源馬君。まあ、このやり取りを見ていたらですね、本当に国民の皆さんの不信感はますます増しますよ。本当にそうだと思います。本当にそうだと思います。総理大臣もちゃんと事実を明らかに説明するようにというふうな指示をしていると思うんですよね。でも上川外務大臣は、そして堀井副大臣もそうですが、いや真面目で本当に真摯な方かと思いきや全く答弁もされず、他のことなら個人的なことも答えるかもしれないけど、この派閥のことについては一切答えないと。いや、国民が見る目がどうなるか想像できませんか、大臣。上川外務大臣。大変繰り返しで恐縮でございますが、ここに私が立っていることは外務大臣として委員会で答弁をするということのミッションを担ってここに立たせていただいているところでございます。その意味でこの委員会におきましてご質問が重ねてございますけれども、政府の立場としてお答えすることについては差し控えさせていただきたいというふうに思っております。源馬君。質問したことに答えていただきたいんですけど、国民が見たらどう思いますか。どう思うと思われますか、このやり取りを。上川外務大臣。いろんなご意見があろうかと思います。私自身申し上げたとおり、外務大臣としてこの場に立たせていただいていると、この使命感で私も立たせていただいておりますので、その意味でその部分を大切にしてまいりたいとこんなふうに思っているところであります。国民の皆さんがそれを見てどのように評価をされるのかということについては、国民の皆さんお一人お一人見ていらっしゃると思いますので、そのご意見はあろうかと思いますが、私の方からそれに対して何か申し上げるというそういうことについては、今いろんなご意見があろうかというふうに思います。源馬君。まあ、いろんなご意見どころかですね、いろんなご意見があると思うというところでも国民感情分かってないですね。まあ、ほとんどの方がおかしいなと思ってますよ。松野官房長官の会見もそうですし、今の上川大臣の答弁の様子や、堀井副大臣の安倍派の堀井副大臣の答弁のご様子ですね。なかったらないって言えばいいじゃないかって思う方が大半だと思います。それすら分からずさまざまなことを考えると、中には、そうだ答えなくていいんだというふうに思っている人もいるかのような考えはですね、まさしく国民の感情を分かってないんじゃないかなというふうに思います。大変残念です。で、他の副大臣政務官にもいろいろ聞きたかったですが、まあ、どうせ同じこと言うんでしょうから、お越しいただきましたけど、これで結構です。まあ、この点については引き続きいろんな場でもですね、それからまあ、ご自身のがおっしゃった通り派閥の方でしっかり解明をしていくということもあるんでしょうから、それはしっかり待ちたいと思います。で、ちなみに申し上げますが、まあ、私の方から申し上げるのもちょっと僭越ですけど、例えば予算委員会や他の委員会でも政府の立場だから答えないなんて言ってるのはあんまりないですよ。いろいろお答えになってますよ。
特に 国民の関心が高いことについては、それでも一切答えないということではなく、答える閣僚の方がほとんどですよ。そこはしっかり対応していただきたいと思います。それではちょっと外交関係、時間がなくなりましたが聞いていきたいと思いますが、この前日中外相会談がありました。先ほど小田原先生からも質問がありましたけど、 V についてですね、これいつまでに撤去させるんですか、大臣。上川外務大臣。中国によります当該部位の設置でございますが、これは一方的な現状変更の試みでありまして、全く受け入れることができません。日本側からは直ちに抗議をするとともに、先般、これは11月16日でありますが、日中首脳会談で岸田総理から、そして11月25日、日中外相会議におきまして、私から青木部長に対しましても、直接部位の即時撤去を求めたところでございます。源馬君。いや、だからいつまでに撤去させるんですか。上川外務大臣。我が国といたしましては、引き続き、あらゆる機会を捉えまして、中国に対しまして、部位の即時撤去を強く求めていくとともに、この部位の撤去を含めまして、この当該海域におきまして、関係国が有する権利及び義務、また我が国の国内法令、また当該部位が船舶交通や我が国漁業活動へ与えうる影響等も踏まえまして、可能かつ有効な対応について、関係省庁間で連携をして、引き続き検討を進めてまいりたいと思っております。検討をしているところであります。源馬君。私はこれは小田原先生と全く一緒の意見ですけれども、とにかく遅いし、本当に中国に撤去させるだけではなくて、なんなら日本が独自にやっぱり撤去を、した方がいいというふうに思っています。ですいません、もう質問が残り少ないんですが、やっぱりですね、各副大臣政務官にお越しいただいたので、堀副大臣は伺いました。高村政務官、麻生派の高村政務官、岸田派の深澤政務官、それから、保坂政務官は無派閥ですが、それぞれ、キックバックを、派閥のパーティーでキックバックを受けたことがあるのか、伺っておきたいと思います。この答えも、外務委員会の政務三役だけ、どういう対応するかというのも、多分国民の皆さんが見ます。他の委員会では答えてます。それで、大臣はああいう答弁でしたけど、この外務委員会の政務三役は、みんな揃って不誠実な対応をするのか、それともないならないとはっきり言っていただけるのか。国民の皆さんも関心高いと思いますので、それぞれ伺いたいと思います。高村外務大臣政務官。お答えいたします。個々の政治団体の活動について、政府の立場としてお答えすることは差し控えたいと思います。私自身はここに外務大臣政務官であるから呼んでいただいていると思っております。すみません。深澤外務大臣政務官。個々の政治団体の活動につきましては、政府の立場としてお答えすることは差し控えさせていただきます。保坂外務大臣政務官。個々の政治団体の活動について、政府の立場としてお答えすることは差し控えたいと思います。源馬君。非常に不誠実ですね。不誠実ですね。その姿も国民の皆さんに、見ていただけたのかなと思います。ないならないって言った方がすっきりすると思いますけどね。時間が来ましたので終わります。